結構なんか気を張らない感じで聞くのもちょっと意識集中せない感じ。はい、1年前と比べて、前日やその日にバタバタ振り返らなくても習慣で通知を終えている。あと、事前に前回の会議内容を思い出すのではなく、習慣で通知を置いているので修正の回数、会議までの修正の回数が増えました。はい、ありがとうございます。はい、川島さん。はい、1年前は振り返りをやらされているという感じがかなりあったんですけど、今は自らやれるようになりました。はい、チームトーク振り返りを実施特にするようになったので、合意事項がどうだったかの確認がしっかりできるようになりました。はい、じゃあ松永。まだ書いてないんですけど。あ、言える？まだ何も。じゃあ2人言いよう間に考えてください。はい、進む。1年前よりは数字を見るようになった気がします。はい、はい、じゃあゴーラさん。はい、前はただ参加してるだけだったけど、今は振り返りをして数字を見ることができてます。はい、ありがとうございます。はい、こちらです。はい、自分が思う、1年前ですよ。1年前が思い浮かばない。なんか変わったと思うけど、きっちり1年じゃなくてもいいんだけど。チームトークに参加するようになりました。参加するようになった。前もともとしてなかったけど。してなかった。あ、途中からっけ、松永。